映画とは一体何だと、この映画の美しさ、映画の力っていうのは一体何なのかと、でこう、うん、映画っていうものをね、こう何とかしてとっ捕まえようとしてるわけですよね。一本の写真でね、でも数箇所ね、ここは映画になったっていうところがあって、まだね、全面的にはそうはいかないところがあるんですよね。ただその手探りでね、あ、これはここは映画になったなと思ったり、それが一体理論的にどうだって言われるとね、その大体論理的な頭じゃないからうまく説明できないけど、なんかこう背筋がさっと寒くなるようなとこがありますよね、その完全に映画になったとこは。だからそれを何とかしてと捕まえようと思ってるわけですけどね。君は鬼か。そうかもしれねえ。だがこれでね、昔は人間だったんだ。あの人間なんだからさ、ね、あんまりいわゆる鬼っていうあれじゃない、もう少し人間らしくしてね、よくできてるけどさ、いわゆるできすぎちゃったんだよね。もっと人間らしくして、だからむしろこれもっと取っちゃおうか。そうですね。ね。うん。聞こえるかい。夕方になると直手の鬼どもが泣くんだよ。生えた角がガンの腫れ物のように痛むんだ。早く死んでしまいたいと思うほど痛むんだ。見せて、鬼が泣いてるところ。
てくんじゃありませんよ。日が差しているのに雨が降る。こんな日にはきっと狐の嫁になるのよ。狐はね、それを見られるのをとても嫌がるの。見たりすると怖いことになりますよ。どうした？熱ある？いや、熱はないんですけど、昨日医者行ってたんですけど、熱はないんですけど、ちょっと喉が、咳が止まらない。はい、どうぞ。っていうのはないよね。はい、田中さん、2台どうですか？こうなったり、こうなったり、こうなったり、こうなったり。じゃあ本番。はい、本番。いいかい？はい、よし。はい、風向き変わったやつも気をつけてよ。もう危ないですか？風向き変わったやつ。はい、うまく切れるよ。カットカット。ダメだよ。カットカット。カット。スモーク、切らさない。切らなくなっちゃうよ。これ上がりすぎたね。下がるぞ、こっちこっち。もっと前じゃない、前に。そんな、少ないんじゃダメだよ。基本なくて、このままじゃねえのから、今。あんなんだな。もっと多いやつ。そこで耐えてりゃいいんだよ。ストップ、ストップ、ストップ、ストップ。あっち行っちゃダメだって言うのに。火が入っちゃったら、今。さっき、次の見て。ほら、切ったよ。どこ？どう？切れた。切れた？うん。はい。切れた。はい、行きます。本番。スモーク。よーい。はい。雨。スモーク。スモーク切れないようにね。雨。とてもよくなった顔は。あのライトの色かな。原君、原君ここらで行けるんだ。はい、じゃあ行こう。はい、いいよ。濡らしておくかい。濡らし止めて。タオちゃんいいね。タオちゃん位置決まった。はい、じゃあ奥のスモークから行ってください。はい、スモーク。ゆっくりゆっくり。あんまり来んなよ。ゆっくり走る、走るなって。ゆっくり歩いてってね。風の方向よく考えて。太陽の方どうですか？
ちょっと、ほら、スモーク止めて。はい、スモーク止めてください。ドライアイス持ってます。はい、ドライアイス止めてください。今の間に人物を隠すのちょっとやってみますか。はい、思っちゃうかな。いや、ほんまにしてくるね。あのちゃんの責任じゃん。割と大会に出ないとダメだね。長いからね。どういう意味で説明してるんだ。じゃあ、1万引く、1億引く、1兆引く、引く系。大丈夫。行ってから行って、それからはい、スモーク、はい、手前のスモーク、はい、手前のスモーク、ドライアイス、スモーク、たくさんもう少し手前コーク、手前コーク、手前コーク、カワイさんのところ人物は隠れない、奥のやつを手前に合わせてダブルにした方がいいよ、出して、そんなそばでやったらダメだよ、それで逃げないと、ほらほら、天気どうですか？どうしてスモーク？天気か？天気どう？スモーク上が切れちゃう。天気ダメ？天気ダメ？スモーク高く。天気ダメ？天気どうですか？スモーク動く一発目は。え？はい。壊れたらこう壊れたらこうって。ちょっとほらスモーク止めて。一回止めてください。一回止めて。ちょっとこっち行ってみて。早いのかな、上の雲と下の雲の動きはちょっと二重になってます。下の雲はこうなんですよ。上の雲はこうなんですよ。うん、はい、3枚、はい、じゃあ後ろの座りたいて、じゃあ、はい、子供のスタンドにしちゃった、はい、頑張ったよ、頑張ったよ、まはい、本番、本番、はい、スタンバイ、雨、はい、手前のスモーク、よーい、スタート、出しすぎだ、はい、押さえた、手前のスモーク押さえた、手前のスモーク押さえて、you
この目立ちすぎない、うん、ちょっとそうね、この赤が少しあれなんじゃない、ちょっと強いですね、あ強いっていうかさ、あんまり赤なんだよね、ピンク系なのピンク系ですかね、もう少し常に人間に化けるのわけないかもしれないけど、人間の普通に化けるの大変だよねね、でも あとはとてもいいと思う。B どうですか？はい、B は OK、はい、C は OK、はい、はい、転がって OK、 はい、あの暖かい服してて、はい、今日は坊や無理かもしれない、でも、ね、だから坊やは高いですね。お前は見たね、見てはいけないものを見た、そんな子はうちには入れられません、さっき狐が来て怒っていたよ、そしてこれ置いていった、腹を切って謝れと言うんでしょう、さあ早く狐のところ行って謝っておいで、本当に死ぬ気になって謝らなければダメよ、さあ早くお行き、狐が許してくれない限りお前をこの家に入れるわけにはいかない、でも狐の家はどこだかわからない、わかりますよ、こんな天気の日にはきっと虹が出る、狐の家はその虹の下よ、あれ僕が子供の時にいたうちとそっくりなんですけどね、これ小石川です、ね、小石川のうちです、あれはちょっと違うんですけどね、あれ本当は門入って、あのこういう道がもう少し長くってね、でこっち側が2階になってて、庭はその門入った向こう側にあったんですよね。表札に黒沢とお付けになったのはかなり、いや私の話だからね、なるほど、子供の時の なんて書くのって、黒沢って書いてる僕はよく言うんだけど、その想像っていうのは記憶力だっていう、なんかある記憶力が足場になってね、なんか考えていくわけでね、あのいろんな小説読んだりドストエフスキー読んだりトルストイ、そんなもののいろんなとこを覚えてて、それがある足がかりになってね、新しいものが生まれてくるわけだけども、この音なんかでも、そのこれちょっとあの35ミリにこの音してくれっつってすぐあの編集でつけるんだけどね、たくさんあるわけでしょ、あのレコードもあるしコンパクトディスクもで、それ中からね、あのあれそこのあそこって、こうその記憶力が
そのみんなびっくりしてるんですよね、うん、そのパッと見つけるから僕は、馬の位置がね、このもうちょっと前だな、もうちょい前、もうちょい前、もうちょい前だな、もうちょい前、もうちょい、もうちょい、もうちょい前、あそこ、はい、これ水はこれぐらい直したといい、もうちょっと行ってきましょうか、もうちょっと行こう、ね、え、肌が違いからどうして青くならない、もうちょっと水を入れなきゃダメだ、青いの、え、もう少し向こうからやらないと、こっちの波紋立つけどもさ、立ちのとこに立たないんで、だから波紋を石を落とすとこ、もう少し向こうでやって、今のでちょっとやってみて、今ので、うん、今のちょっと大きくやってみて、そこに音だけ入ってたら分かんなくなっちゃうんだよ、お父さんたちちょっと水から上がって、そこに入ってる限り決まらないんだよ、あら今落としたら、はい、なくなっちゃう、もう上がってるよ、まだいいです、あそこはね、すごいんだけどね、え、これになら、じゃあ天気を待ちます、そのまんま来るやん、ビールは、あれ、もんちゃんに言ってた女の人たち一人で大丈夫、What's that for the movie? Movie? はい。この天気が悪くて熊田さんのせいだって。ちゃんと休憩。ええ、だから10時までは確かに。10時だった。ちょっとなんか届けが足んなかった。Hola. Hola. Hola is Spanish, no? Why do you say hola? It's French also.ほら、うん、ジャパニーズはそうだ、スパニーズはそうだ、この間ね、全部落ちちゃった、でもあんびっくり、南がすごかったですからね、こっちでビカビカ鳴ってたよ、こっちから見るから、あっちは豪雨か、ボンジュール、もう帰るの、何も買えない、もう買えない、ボンジュール、ボンジュール、前にちょっと動きたい、亀さん落ちるぞ、タメさん、ムッシュムッシュムッシュバンゴムッシュ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 、あれが太陽のところに来るまで随分あるよ、めちゃくちゃ寒いかも、今まだ届いてないんで、届き次第直撃しちゃいます、みんなも自然にさ、話したら自然に見てくるよ、ちょっと危ないかな、良いスタートで乗って誰か洗濯始めてよ、少しこう、鴨が出るから、はい、
Bonjour. Savez-vous où habite Monsieur Van Gogh? Si c'est lui, vous cherchez. Il a passé le pont tout à l'heure. Il est allé par là-bas. Merci. Monsieur, prenez garde. Il vient juste de sortir de l'asile des fous. なんだったらちょっと来ててもいいよ。
はい、はい、オッケーね、はい、オッケー、お疲れ、はい、お疲れ様でした、午前中で終わっちゃった。Memorized the script while I was shooting my other film. I repeated it in the trailer up and down between takes. I'm serious. I was so nervous about not knowing the lines, and I trick myself in the morning sometimes and force myself to recite it when I wake up. I was extremely honored, and I had to find a way to really do this somehow. And it was a little difficult for a while because I went over schedule on my film. I finished the day before I got on the plane, I think. It was something that... It's the sense of the scene, the emotion of it, and to sustain that in one take. I just found it at first extremely. So little time left to paint. Are you all right? You appear to be injured. Yesterday I was trying to complete a self-portrait. I just couldn't get the year right, so I cut it off and threw it away. The sun. Compels me to paint. Can't stand here wasting my time talking to you. Vous êtes Vincent Van Gogh, n'est-ce pas? Why aren't you painting? To me, this scene is beyond belief. A scene that looks like a painting does not make a painting. If you take the time and look closely, all of nature has its own beauty. And when that natural beauty is there, I just lose myself in it. And then, as if it's in a dream, the scene just paints itself for me. Yes, I consume this natural setting. I devour it completely and whole. And then when I'm through, the picture appears before me complete. But it's so difficult to hold it inside. Then what do you do? I work, I slave, I drive myself like a locomotive.
黒沢さんの映画を通じて非常にあの音楽の使い方が素晴らしいと思うんですけれども、黒沢さんご自身は音楽、例えば小学校の頃の音楽の成績というふうなものはどうだったんですか？全然僕はダメですよ、うんちだし、うん、その好きだけども、うんうん、まあ小学校の時はよく歌って言うと僕が歌わせられてたけど、ね、代表で、だけど別に音楽の素養があるわけじゃないしね、うん、そのただ音楽はすごく好きですからね、うん、よく聴いてるし、まあとても聴いてる方でしょうね、今度たまたまあのこの夢の場合はね、ずっとあの制作の過程からお付き合いをさせていただいたので非常にあの興味深く面白かったのは、あの最初のいわゆる編集ラッシュ者の時にあの選曲でクラシックの音楽がついてますよね。それで完成版ではまあそのイメージからさらに発展したものを池辺さんがお書きになってるわけですけれども、あのショパンの雨だれはそのまま生きてますね、ゴッホのシーンで、 あれはつまり変更不可能だったんですか、それとも雨だれに変更不可能なんですよね、あれ、うん、あれはね、アブレガンスのラルーっていうあの車輪っていう写真なんだけど、鉄路の城から、まあ、これは素晴らしい写真なんだけど、それがこう機関士の話なんですけどね、とりあえずその機関士の運命だとか心理とかっていうと描写の時に機関車が出てくるんですよ、車輪が出てきたり、それにね、そのアベルガンスがその伴奏音楽としてあの雨だれつけてきてるわけで、その白原ラルで映画ってないもんだなと僕は、あの18ぐらいの時ですか、ね、思って映画に魅力を感じて、うん、それがねあそこで出てきたわけね。なるほど。だからね、その切り離せないんですよ。若い頃はつまり画家を志してらっしゃって、それがつまり映画界にお入りになったというきっかけというのはどういうことだったんですか？それはね、やっぱり絵描きじゃとっても食っていけない、というのと、そのそれからやっぱりね、絵ではとっても自分が考えてることが言い切れないんですよね、うん、そのなんかもっと世の中にいろんな話したいこともあるしね、それ絵だけじゃねとっても、うん、っていう気持ちがありましたね、
手でね、こう伸ばすだけその綱を握ってて、はい、それで、はい、話のバランスっていうのはとっても難しいのでね、ちゃんと順番を間違えたらね、なんか縁は今回なるから、ね、あんま手でもないですよ、今のためのじゃちょっと半掛けで、雪は暖かい、氷は熱い、お疲れ様でした。終わりました。あっけなかったですもっとやりたい半年メイクテストに通って3日で終わってしまったので、寂しいというか物足りない。今の水車のある村にエキストラで出演させていただきますので本当とおんぶして子供おんぶしてエキストラ行っちゃうの。キャメラはこういろんな具合に使ってね、どうのって言うと、被写体をまず作れっていうわけですよ、うん、被写体が良くなきゃね、うん、そのだから被写体っていうのはその何も凝った衣装とかなんとかそういうことばっかりじゃないんですよ。その俳優の演技なりなんなりがね、ちゃんとしたうこう芝居がちゃんとやらん、うん、もうそれを撮るから初めて良くなるんでね、うん、そのところがある人はね、そのやたらにこうカットをたくさん割って、うん、そのこうやるでしょう、うん、あれはでは映画ってのは僕は捕まらないと、うん、の映画が捕まらない、ええ、うん、ランでもって楓の方がね兜持ってきて、うん、最後二郎の喉切るでしょ、うん、であれワンカットですけどね、あれ3ヶ月ぐらい稽古したかな、毎日、うん、で最初が15分ぐらいだったやつが9分何十秒ぐらいになるよ。それはすごい凝縮ですね、うん、その毎日ですよ、その稽古、うん、このセットはあれですか、黒沢さんの秋田のうちに似せて作ったのと、まだ本当だ2か3つぐらい桃の花が咲いて
それは空想です。空想ですね。もう姉さんに遊んでもらったあのおひな祭りっていうのは、一番先に亡くなった桃代っていう桃の大仏、その姉さんがよくあそこで兄貴に遊んでたんです。あそこはその時と同じですよ。そうですね。あの私を演じている少年は黒沢さんの少年時代に似てます。似てますね。そんで、あの、まあ、着せてるものはほとんど同じです。自分の少年時代を演出してるという。そうですね。演出してるというか再現してるんですかね。子供は実によく分かってんですよ、うん、子供はその一口に言うと子供扱いしたらダメね。なるほど。ええ、もう対等の人間として話をするんですよ。黒沢さんが納得するまでお芝居ができるように心がけてきました。もうあなたのセリフは全部頭の中に入ってますか？はい。もっとピカピカにしようか。全部でこの作品作ってんだからさ、例えば床が光ってるって言ったらもう全部磨いてるわけね。それでいいと思うんですよ、映画っていうのは。その、うん、みんなで作るんだとかは。本田はね、本田木目の神ってあだ名がついてセットができてくるでしょ。とね、木目をこう描いてんだよね。そのでさ、え、あの何かって言えば映るところで本田木目の神っていうあだ名がついてたけど、でもね、そういう間にみんな一生懸命だったんですよ。どんな写真でも本当に映画が好きじゃないかと思うんだね。で、打ち込んでないと。あ、ダメだ、ダメだ。それ、鳴るの？え、鳴る。ちょっと避けて。いや、でも、ある程度 音聞こえてていいんだけどね。あ、手すりの音は後に足したいんですけども。はいはい。よーい。スタート。はい、お疲れ様でした。あ、どうも。いかがですか？え、名調子です。子供たちはね、え、とてもよくやって。黒沢さんのご自身の少年時代にそっくりですか？彼は。まあ、そっくりはよく覚えてないけどね。そうです。あんなもんでしょう。覗いてごらん、こっち行ってね。うん、うん、こっち行くでしょ、あの、うん、でその時こう行った時はいないんだよ。こっちへこう来た時こう切りたいんだよ。だからその時キャメラ少しこっち行きたいんだよね。こっちに回って、えっ、いっぺん見てやって弟。うん、うん、あの本当にびっくりして、えっ、ごく自然でいいよ、はい、うん、みんな固いよまだね。よーい、はい。変なこと言わないで。こっち、こっち、そういう具合にね、こっち向いて立ってて。はい。6人じゃなかったの？え？さっき6人いたよ。だからお団子を持ってきたんだ。お団子の方を見て、お小膳の方を見て。私とね、私でこういった、それからですね。じゃあ、それは無理ですね。ちょっと、6人じゃなかったの。え？
その時座って姉さんと話したの。だから向こうをむしろ見ないで、え、で それを開けて見せる、こっちにむしろ視線があるぐらいにしてさ。これ来ましたね。うん。今までだとこうなりましたね。うん、ここ開けましたね、うん。ここまで来ない。いや、それは行くんだよ。ここまで来て。最初は行くんだよ。最初は行って、はい、今度はこれを開けるときに、ここ、向こう見ないでこう。むしろ。来ました。見た。それなんで、やっぱり痛いの、こっち行きながら、こっち行きながら、ここ見ないで。いやいや、そうじゃない。あのね、難しいんだよ、ここは。うん。いたんだよ、いや、これ、いたんだよ、あそこに立ってて。これ、あの後さ、これより、あの子誰？これより、あと誰？やっぱりいるよ、誰が？知らない子だけど。誰もいないじゃない。いたんだよ、あそこに。すごい冒険なんだよ、この見方はね。実際には見えてるんだけど、あのさ、ね、え、それがライティングでさ、どのぐらい感じが出るかなんだけどね、こっちの人には見えないっていうのはさ、え、少し無理かね。無理かもしれないんだよね、このやり方は。ね、どうしてだからね。まあ本ではこう書いてあるんだけど、とってもこうはちょっと無理なんだよね。僕のせいで切れるコース変えたんでね、今ライトの方向かっていくからね、あの影がずっと残っちゃう。だからちょっとあの、こう、ちょっと説明してね。はい、もう、パチンコスタート2です。はい。よーい。スタート。また。また。はい、すみません。はい、すみません。よーい。スタート。カットカット。そんな逃げ方ダメだよ。もっとゆっくり、何も慌てることないんで、ゆっくりそこの赤いところまで来ちまえよ。はい、わかりました。すみません、一泊ください。ちょっと守って出して。パチンコスタートです。はい。よーい。スタート。すごくやりにくいさ、そのカチンコ、はい、カチンコでスッてやるのタイミングが全部狂っちゃうんだよ。一息で逃げてくれないと、はい、とりあえず僕は大きな声出すけどお金にならないといけないとこれは癖なんだから。いいかい、はい、本番よーい、スタート。なんか少し勘を立てて言ってよ、解釈を起こしたみたいに。それじゃないと姉さんにそば寄れないからね。時々ね、熱出してさ、あの変に甲高い声出したりするんだよね。え、僕がそうだったわじゃあもう一遍やってみよう。パチンコ2つです。はい、よーい、スタート。姉さん、あ、ありがとう。6人じゃなかったの？え？さっき6人いたよ。だからお団子を6つ持ってきたんだ。変なこと言わないでよ。いいからあんた向こう行ってなさい。やっぱりいるよ。誰が？知らない子だけど。誰もいないじゃない。
いたんだよあそこに。はい、OK だね。はい、スタッチやっててこれ。はい、どうもありがとう。はい、OK です。OK。いくつかやり方があるんですよね。本当にみんなが他の女の子を見ててその女の子にも見えない、うん、男の子にも見えるっていうあれもあるでしょう、うん、あの場合はこう本当にいたんですよね。でもこう開けた時は男の子こっち向いてる時はいないっていう、やっぱりねお客に見えてるものがね、うん、その中にいる人に見えないっていう演出は難しいね。ねえ、そのだからこの方がいいんじゃないかって言ってあれにしちゃったんだけど、大丈夫？お待ち、どこ行くの、出てっちゃダメよ。どうですか。はい、わかりました。はい、どうもすいません。何がひな祭りだ。この子を責めるのはよしましょう。この子は私たちが切られるとき泣いてくれた。桃が食べられなくなるから泣いたんだ。違うよ、僕はここが好きだから、花の咲いたこの桃畑が好きだから。それが切られてもう見られなくなるのが悲しくて泣いたんだ。よし、分かった。この子はいい子だ。この子にもう一度この桃畑の花盛りを見せてやろう。お疲れ様でした。
その方がいいと思ったからストップモーションにしたんだけど、ね、バンしてるんですよカメラの。あ、食事抜いて。これでちょっと高くしてごらん。高く。それで乗っけてくれ。下から上げよう。せーの。4万。それで腕が曲がんなくなっちゃうんだ。ちょっと噛んでみてくれる？持ち噛まれるとちょっとここはつけるよりも歩いて埋めた方がいいってことだけど、あそこのところで犬がちょうど出っ張ってこれ続けてもらえない。ガットやで。こっちがこんなだとは思えないんですよ。さっきね、ちょっと見えたんだけどね。明るくなってきたからね。慌てて飛んできたんだけど、あの、おとめさまが飛んでるとこっち来たら途端に来たんだよ。ここでしかし、今まで待ってたら辛かったろ。寒くないの？あの、浅草三四郎もここだったんだよ。で待ってたら急に風が吹き出して飛び出したわけ。あんな風吹かれちゃまた困る。分かんないね。ここは御殿場はもう随分かってる。そもそも御殿場から行きますっていうのは何かあったんですか？いや、そうじゃなくて、偶然ギリギリ入って途端に御殿場の626の時から行った御殿場。この左側の壁がセットなんですね。これ取っ払ってこっちへ出てくるんですよ。出口になるわけですね、向こう側は良くないんでね。今日の撮影はこれは理由は全くない方がいいんですか？そうですね、ね、見えてきたろ。いやいや、あの、風が吹いてきたからね、犬の状態によってはこの寺尾君がこっちへ回ってもしこっち回ってもで、こう回って犬が向こうに行きます。で、あるところでは犬は本当は止まりたいんですよ、ね、ここで止まってるはず、あの、日本はこう寄って回りながら言うんですが、止めて回らせるようにはできるだけ教えてはいかん。いや、いいんです。少し動いても構わない、はい、近づいても構わない、はい、これが要するにこの人物はこのトンネルの中に入ってくださいすれば、はい、寺尾さんに向けて私が犬を意識させます。もっと右へずらっと寄らないと。お散歩くるんじゃないのだってよ。もうちょっと入ってくれてる。どうせ大きく見る方がいい。
My name? Yes. My name is Vittorio. Vittorio. Vitto. Vitto. Vitto de. Adesso! それでね、下下げて。現場の声で面白かったのは、黒沢さんご自身はご自分ではせっかちだと思いになっているようですけれども、とてもよく待ってくれる監督だと。自分たちが完全にスタンバイができるまでじっと待ってくれる監督で、それが一番嬉しいという声が聞こえるんですが、本来がせっかちな黒沢さんが、それはね、よくね、会社が早く取れ、うん、早く取れって言ってね、うん、成瀬さん、あの成瀬さんがさ、うん、こうポツッと言ったんだけど、何言ってんだよって、一番早く取りたいのは監督だよって、そうなんですよ、うん、それは、うん、え、うん、とでも ここをやらなきゃ取れないからね、粘ってるんで、どんな監督にはいろんなとこ不備のとこ見えるからやってるわけでしょ。とりあえず来ていて。雨降ってるんですか？雨降ってるんですか？チラッチラッと来てる。どうもお疲れでした。お疲れ様。あ、それからね、制作部。気をつけろって自動車なんか、最近ね、映画の事故が多すぎるでしょ。注意なんだよ、みんな。だから、帰りの道も。これからだんだん凍ってくるからね。私というのは、まあ、つまり皆さんご自身というのはですが、はいはいはい、私を演じるについて、何か自然にやりなさいと一言言われたんで、台本読んで私という役、黒沢先生がお書きになって黒沢明という役っていうんじゃなくて、私という役というふうな捕まえ方を一つし始めてからは、非常に自然にいい気持ちでやれてます。おはようございます。おはようございます。いや、今日は予定通り。ちょっとこれ今黒沢さんのとこにちょっと電話しています。それ下絞る。こういう味出てる。この上からこう。紐が汚れるのが嫌だな。あ、そうか。重いのかな。大会は。手がかじかんでもちょっと、これほら株持ってきてる。3000メートルの山登ってるんですよ。すごいすごい。
I enjoy now. Yes. Where did you come from? I come from Italy. For what? I am assistant director of the president. I came here also for that. For my, for my fear. Have you seen some oh, yes, before? Yes. What kind of film? Well, almost all. Almost all in Italy. What film is popular in Italy? Yes. Yes. So what kind of film do you like to make? Like Grossa? Well, I would hope so. Mm-hmm. It is very difficult. It is very good.似合いますね。体験は当然ないけども、ヒロさん、これちょっと書いてください。でもそんなこと言ってられないんだよね。これって本当に戦争してたんだから何を考え、結構つまんないこと、つまんないことってことはないんだけども、必ず何か一つこう気になることが出てくるし、撮影してると最後のページまで全部知ってるわけだから、そういう気持ちで頭から入っていっちゃうこともあるんだ。昨日も黒田先生に誰か言ってたよ、そうじゃないっていう指摘を、結末まで自分で先に脚本読んでるから、どうしてもそっちの方に先に頭がこう考えがいっちゃってお芝居始めちゃうことも往々にしてあるし、一つ一つ措置を受けながら確認して、そんな感じですね。はい、本日中止になります。ならないように教えてまいりますから。ありがとうございます。はい、はい、どうぞ。そうです。今日はどういうシーンからですか。今日はトンネルのトップシーンですね。この間の歩いてくる。そう、うん、これは晴れすぎじゃないですか、照明的に。いえ、だからもう日が落ちるまでトンネルの中の歩き、いっぺん真っ暗に、真っ暗って変ですけど、一応暗く狙って向こうへ出たらもう夜っていう設定に変えました、向こうから抜けたらもう夜だったな、トンネル入るところと出たところの違いを出すのが
また監督の狙いでいろいろとね、朝も注文があったんですよ。こういうことね。順次順次帰りますから。そのつもりしてない。もう出たところは夜でいいんじゃないかな。赤い電気で行く。その日その日で条件にも合わせて。いい条件で行こうって。そう困った時に面白いアイデア出てくるんだよね。なかなか大変です。おはよう。あの方が面白いですね。そうね、まあ入ったことない。こっちは向こうは夜だったっていう、こんなに向けたら夜だったっていう方が夢らしいから。でもこの距離感も出るしね、うん、はい。でもこの時間はやっぱ酔いすぎのはいいでしょう。日がない方が、ね、ここはね、もうこれじゃ明るすぎますね、はい。だけども対照的にはね、少し向こうには残ってて、っぽくして、はいはい、だからあそこはもう真っ暗ですよね。だからもう自分でちょっと離れたら真っ暗になるよね。そうですね。はい、準備しましょう。はい、じゃあスタンバイ。よーい、スタート。あの犬が暗闇からよしでやってた。出てきたら待てかけてゆっくりやった。あんまり前すぎても俺の頭変わらない、変わらないでよ。ああ、もちろん。ないよだよ。よしよしよし。あ、待てをかける時間、タイミングが取れないんだ、僕。練習のうちになんとかなるよ。はい、よしよし、待てだよ。待てだよ。待てね。待て。いや、いいよ。犬につけてきて、そうそう。犬の決まり。犬だから。だから、なるだけこの感覚が同じぐらいにして。ただ、要するに歯を向き出して怒る、怒ると、犬の怒りっていうのは、なかなか犬の感情だから出しにくいから。よい。はい。あの雪が良かったです。なんか寂しくて、うん、うん、もう少し溶けすぎたぐらいで、もっとあった方が良かったんですけどね。うん、まあそれとね、そのフレキシビリティがあるっていうかね、あんまりこれじゃなきゃ絶対ダメだっていうんじゃないんですよね。その条件ならこれがいいだろう。その条件だったらこういう生き方もあるっていうのはたくさんありますよね。うん、伊藤さん。あの、はい、第三小隊の、あの、周りに前へ行って前は、はい、敬礼する？そのままで、いきなり、はい、じゃあ、あの、周り右の前は敬礼しないで、しなくて構わないで、はい、で、こう、はい、漏れかけちゃって、見送ってって自分その次に自分の気持ちがガーッと高揚してきて、
ほんでこう見送ってラッパーが聞こえてくるでしょ、はい、でラッパーが聞こえた時にガクッと来ちゃいたいんだよ。そうしますから、はい、本番いきます。静かに静かに静かに、よーい、スタート。はい、中隊長殿、自分は本当に戦死したのでありますか。トンネルなんてあのおそらく世界記録だけど16分でしょ、16分ワンカットっていうのはね、とね、まあウィルマは10分しかないわけですからね、間に開けなきゃなんない。あれあの兵隊がこう出てくるでしょ、兵隊の後ろにあのこう背のにライトがついてるんですよね、後ろの連中の目を光らすためにね。でそれが回り右しなきゃなんないから当然そこでは切らなきゃなんないけど、でそこでストップっつってその間兵隊微動だもんしなくて正面部が全部飛んでそのライトを外して、それからマガジン変えて、でこうすごい速さで変えますけどね、それでスタートってまた始めたわけだけどね。だんだんねこう、こう あれが労働がかかってくるわけね、うん、心理的にも、うん、でそれでギューッと気持ちが締め付けられていくんですよ。でだん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 こう盛り上がって気持ちが盛り上がっていくわけでしょ、うん、でそのためにカットしちゃったらねあの感じは出ないんですよね、つか、うん、めないし。なるほど。キャメラが回る前にあのリハーサルの時間をたっぷりお取りになるということは日本映画の伝統的な歴史の中ではあったんですか。まあ溝口さんなんかそうですよね、うん、でその溝口さんがアンゲノプロソに発展してるわけでしょ、うん、その溝口さんをあの人は学んだわけだから。なるほど。だから溝口さんからそういう点は実に学びましたよね、うん。
本当はねもう一つこれは本当はやりたかったんだけどそのやらなかったんだけど興福寺のねあの阿修羅が表で歩いて出てくる話なんですよ。みんなびっくりしてるんで阿修羅が出てくるから興福寺の門からで大仏殿のこっちの池のほとりに立ってこうあの手でこうなんかこうやるんですよ印結んで。そうするとねこう金閣寺だとかね清水寺だとかなんとかと奈良へ飛んでくるんですよ竜巻で。ええでこう顔が3つあるでしょあれあの阿修羅って それがその3人がこう勝手なこと喋ってんだけどあんまり乱暴するなよなって言ってんだけどいやこのぐらいのことしやっていいんだっつってさあいつら勘弁ならねえっつってさえでその後つけていくと最後にさこのせっかくあそこから出てきたんだからちょっとあの三笠山で月見でも見ようかって言ってえで三笠山じゃないあれ若草山でほんでこうわっとずっと向こうから大月山がパーンと上がるっていう夢なんだけどね。ただそのね京都の寺の問題がね世界的な問題じゃないでしょ。だからそれもちょっと問題だったしね本当はやってみたかったんですよ。だから本書いてる時でも例えばこれはその自分が想像してる人間だけどさこれがね言うこと聞かなくなるんですよ本当は。これはこうしようとこのシーンはこうなるんだっつってもねそいつらがある存在感を持つとみんな勝手なこと言い出すからね、うん、この自分が思ってるようには話は進まないわけね。このそれが あるリアリティなんですよね。このだからあのシナリオを書く場合に箱書きっていうのをやるでしょ大抵。こんなバカなことないって僕は言うんですよ。神様じゃないんだから最初からおしまいまで見通すわけがないじゃないかと。だから僕の本の書き方っていうのはフェードインって書いて最初のシーンをこう書いてそれからずっと自然にやっていくわけですよね。で全体はね大体こうはなるだろうっていうようなものは漠然とはあるけどさそれをああいう具合に箱書きでここでこうなってこうなってこうなるっていうあんなことはね嘘ですよ。もう例えばその中で例えば会話があってね会話が変にでこ何ってなことになるかもしれない。そのでバカ野郎って言ったら喧嘩になるかもしれない。だから一寸先は闇ですよね。このシナリオをたくさんの方で共作なさってらっしゃるっていうこともそういうそれはね、その一面的にしかこの僕だとあんまり見えないわけね、そのいろんな角度から見るわけですよ、いろんな人が見てると、とそれを全部取り入れていくわけね、その隠し砦での三悪人の時に黒沢さんが絶対に逃げられないシチュエーションを作って、うん、他の方がそれをどうやれば通過するかというふうな書き方をなさったというのも、そういうあれはそのあそこの関所を通る時にねどうしても通れない、でこういうそれはダメなんだよってこれはダメなんだって、それはダメなんだってそんなこと言ったらいやそれでも通るんだよって言ってこのあれは何日かかったかなってずっとみんな考えてたら小国が何日目かに取れるっていうらしいんですよね。そしたら一番やらないことをやったわけよねあの主人公が、いきなりこうあの金を仕込んだ滝をこう抜き出してね、そうですね、これ見つけたっつって、関所の役人が見て大騒ぎになるでしょ、それ返してくれって言って、返せってくれよって言って、うるさい出てけって言って出てきちゃうんだけどさ、あれはね小国はね小国なんですよね、なるほど。でもそういうのね我慢してりゃねなんとかなるんですよね。遅いね、こんなごま押しといたね、爆発したんだよ、あんた知らないの。
ごめんなさい。あんた知らないの？発電所が爆発したんだよ、原子力の。あの発電所それで、少しもみんな乗り出して、それで逃げた。そんなことなかったよ。だけどね、逃げなきゃしょうがない。他にどうしようもないだろ。向こうへは行けないよ。人がいっぱいいっぱい来るから。あっこぎり。ぎょっとするわけよ。でも逃げ始めたら下の子抱いちゃって。抱いちゃっていいです。あのじゃあ監督さんみんな来て、この中からも少しこっちへ来る人がいていいわけね。こういうのもこう入ってこういうところで止まって振り返るとかさ、それからここで休んでた連中がの2つか3つのグループはこう群衆怖くなって群衆 の, あの動きに来るとそのあとあん中入ったんですね。それは大体第一段階だよね。これ今日渡すからさ、みんな研究して。それから2番目の時がこう歩いてる連中がみんな止まるわね。止まってこっちのをわっとみんな向こう見るよ。で向こうの道の連中も見る。それから休んでたやつが立ち上がったりさ、あのある連中はこう立ってた連中がこう向こうへ少し行ったりさ、3度目は その状態からその一斉にこうわーっとこっちへ行きたいな、そういう動きなんだ。だからできるだけそのよく内容の分かってる人はさ、そのスタッフでもさ少し入ってもらうね。タマちゃんも出てくるよ。赤いジャンパー脱いでくる。年寄りなら入る。自転車とかバイクとかも何だか。またあっていい、あっていいですね。流れの中に入ってて。自転車が30台のバイクが10台。うん、バイクが10台って言ったらいっぱいないでしょ。自転車なんかお荷物大体。上車も。あれは漢字だからね、上車。ガードレールにほとんど隠れちゃうんだけどさ、いやいやいや、それなくあそこの向こうのガードレールはこの辺だと同じように行っちゃうと思う。ずっとガードちゃう。土手の方からこっち向かってくるという。それがこっちにダーッと来たりさ、またあそこ行くやつがいたり。中へ入って。もっと中。もう少し奥。中へ入ってごらん。フレーム、フレームもっと、それをもうちょっと引いて、自分が立ってるところまで。そっちの方を回る感じね。もう混乱してていいよ。ぶつかり合って、あってやったり。そこでそのぐらい上がっちゃう。これでかなり人で詰まると思いますけどね。で、あの、あとはさ、目安になるから荷物をさ、なんか。違いまして。荷物さんが具合悪いんだよな。で、できればね、今日帰りたいって言ってるから、送ってやんないと。熱はね、あの人熱に弱いからね、悲しくなっちゃってるから、奥方のところに連れてかないと。男の友達ってのはね、仲が良くてもきっと喧嘩してるよね。どっかの何かで。本だったのに喧嘩もしたことないんだよね。仲が良くてもね。それは、僕はおとなしいんだからね。僕は随分腹の立つことしたと思うけど、井野さんだから黙ってたんだと思うんですよ、それは。だけども、B 班っていうのはよく頼むでしょ。これもう、言った通りにもう実に忠実に取ってくれるんですよ。だから、なんかの時にね、影武者なんかでも僕は肺炎みたいになっちゃって、その動けない、井野さんあそこやってくれって言っても安心してられるわけね。そういう人はなかなかいないからね。こっちは
のね。ここはみんな合作で個性が出ていいってここは最高やから。ここちゃんも随分おっとりしてるね。ほとんど絶望的な状況だから。So this one's 30 years old and this one's 50 years old. Shoot the shot. Vista Vision, which is a negative size twice the size of normal. Run through sideways so we can get the larger size on the same type of film stock. By the time we go through all the different optical processes, we have to start with a larger negative to maintain the same quality, the same look as the shots done in the we just start here with the. それで皆さんが急に動物的に逃げ回ります。あれいいよ、行くから短くして。こういうとこもね、こういうの見えてきますね。この、あの、そういうのが爆発してる。ここでね、雲同士で戦争するんですよ。だから、ここのとこ、雲の戦場って呼ばれたりするんですよ。でね、そういう時のある日ね、こういうことが起こった。うちにいてさ、もう、噴火上がりみたいじゃないかと。だから、こういう具合にね、こう、引き上げたのよ。で、これが、こっちの雲がこっちへ行くのをずっと押して、こっちの雲が、あの、力が勝つと晴れる。それはただ、ただの雲だったんですけどね。小泉さん、まだ揃わないんでしょ？気持ち悪い。It'd be nice, huh? Because then when you guys... あ、そうか。ここでね、あそこのとこ行ったら、こう、こう取ろうかってね。この設定は、さんの後ろで大爆発が起こっている、聞いてると思いますけども。じゃあ、一旦動いてみます。皆さん、よろしく。はい、動いて。こっち来て、ずっとこっちは。こっちは、見てる、近く。カット、カット、手前が。あの、はい、カット、カット。手前の人。それとね、その着替えしてるんですからね、みんなもう少し急ぎやして、クリニックしてるわけじゃないから、みんなあれだけ逃げてるわけですからね、全速力で走ってください。頑張って。返事くれ。出てから、あの全部の調子が出てから見えてよ。早すぎたんですよ。何が何か分かんない。
根岸くん、根岸くん、逃げるの早いんだよ、3人。向こう側はまだ完全に燃えてないうちに逃げちゃったから、しばらく待ってて。はい、頑張ってくれよ。向こういいか、OK、よりちゃん手前頼むよ。広がるので避けるよ。はい、はい、じゃあ本番いきますよ。頑張ってください。よーい、スタート。寺君、すぐ出てきてくれないと。
ったら立ち止まって富士山の方を見る。みんな分かった。僕の声が一番よく聞こえるって言うんだよね、向こうの方にいて。で、猪野さんの声がまたよく聞こえるって、これね、訓練なんですよ、うん、昔の助監督のね。そんな当時これがなかったでしょ、今はもうこれでやってるからね、あれじゃダメなのよ、本当は。いろんな意味で便利になりすぎてよくないんですね、あの電気通しちゃうとね、うん、生の声じゃないとね、うん、はい、本番いくよ、よーい、マイナス、スタート。これまでだよ。でもどうしたんだろう、あの大勢の人たちはどこ行ったんだ、みんなどこに逃げたんだ。みんなこの海の底さ。あれはイルカだよ、イルカも逃げてるのさ。イルカはいいね、泳げるからね。どっちみち同じことさ、放射能に追いつかれるのは時間の問題だよ。来たよ、あの赤いのはプルトニウム239。あれを吸い込むと1000万分の1グラムでもガンになる。黄色いのはストロンチウム90。あれが体の中に入ると骨髄にたまり白血病になる。
紫色のがセシウム137、生殖腺に集まり遺伝子が突然変異を起こす。つまりどんな子供が生まれるか分からない。しかし全く人間はアホだ。放射能は目に見えないから危険だと言って放射性物質の着色技術を開発したってどうにもならない。知らずに殺されるか知ってて殺されるか、それだけだ。死神に名刺もらったってどうしようもない。じゃあお先に。君、待ちたまえ。放射能で即死することはないっていうじゃないか。なんとか。なんともならないよ。ぐじぐじ殺されるより一思いに死ぬ方がいいよ。そりゃ大人は十分生きたんだから死んだっていいよ。でもこの子たちはまだいくらも生きちゃいないんだよ。放射能に侵されて死ぬのを待ってるなんて生きてることにはならないよ。でもね、原発は安全だ。危険なのは操作のミスで、原発そのものに危険はない。絶対ミスは犯さないから。問題はないって抜かしたやつら許せない。あいつらみんな縛り首にしなくちゃ。死んじゃって死にきれないよ。大丈夫、それは放射能がちゃんとやってくれますよ。すいません、僕もその縛り首の仲間の一人でした。僕はもうとにかく回せるんだったら最初からおしまいでワンカットで回しちゃいたいぐらいのもんですね。それでその3本フィルムがこう、つまりスタートが同じで並んでますね。でその3本を乗り移るときは全くコマの間を抜かないで、全く平行ですか、うん、だからこうやってこうやって、でこうやってこう見てて、ここからここ、ここの次って言ってこう渡すわけ、こういう場合乗り移ってるわけですけどね、まあ、たまにはなんかここは飛ばすっていうところもありますけどね、効果的にね、今回編集部と一度だけつまりやり合ったと、あの並行して並んでないんじゃないかと黒沢さんがおっしゃったら、編集部はいやこれはもう間違えてませんと、なんかこう人間のポジションがこうポンと飛んで見えたので違うと思ったけれども、それはあの、釣ったのは正しかった、でむしろそういうそのズレを今度の映画には演出を使ってみようと思ってるというふうにおっしゃってたのが記憶にあるんですが、もうポジションによってはね、なんか飛んだように感じるとこもありますけどね、時々ねその例えばこっちのキャメラも移動したりしてると、ね、僕が行ってたとこじゃなくて撮ってるとこがあるんですよね。なるほど、その、あのタイミングが遅れちゃって、はい、だからそういう時は僕はあれってそんでこう違うんじゃないかってああいうことになっちゃうんだけどね、そうすると現場で3キャメラが回っている最中に黒沢さんは頭の中では編集をされながら現場をご覧になってます。大体こうなってるとは思いますけどね、3台例えば移動車に乗ってるとそれがこういろんな具合に動いてるのがこう頭の中にはこう入ってるんですよね、このでこう全部こうなんか見えてるわけね。例えば大変わかりやすく言うと、3人のうちがいろいろやってると、その次は一体誰の顔が見たいかっていうことですよね、お客が誰の顔を見たいかっていうことですね、でね僕今なんとなくこうじゃないかなと思うのはね、その映画がこうっていうのがいなんていうんだろうな、映画がここに住んでると思われるところはね、むしろその
例えばあるシークエンスがあって、その次のシークエンスに移るそのつなぎ目、だからあるシーンと次のシーンとのつなぎ目、それからカットとカットのつなぎ目だと思うんですよ、このまあすごく専門的になるけど、そのこう微妙な呼吸とこうそこのこうぶつかってるここの切れ目なんだよね、表現してるのは、その急にこう展開するでしょ、パッと、その展開の仕方がね、その一番いい例はね、その生きるでね、渡辺寛治がね働き出すでしょ、とパッと切れて、この映画の主人公が死んで何日ってポンと出る、あの切れ目ですね、あれがあそこはね、その本でもってね、あそこから渡辺寛治がどんなに働いてるとこ書いてもね感動しないんですよ、でね、これで真冬だけどあれ書いてたんだけど、みんなとこうやって先行かないと、どうしようってことになって何日間か考えてたんですよ。その時ふっと僕が思い出したのはね、山本さんにね、こうこれが映画だよ黒さんっていうある本を見せられたわけ、それはね、ある数学者かな科学者かななんかの随筆なんですよ。でね、奥さんとね上あの小石川の植物園行くんですよ。で奥さんがねこう椎の実拾ってるのね、でこういう子供もう少女みたいになってで袂入れてるんですよ。でそれ自分がこっちでタバコ吹かしてねベンチに腰掛けてじっと見てる描写があって、とポッと一行を開けてね、この妻が死んでから何年って書いたんですよ。ここだよって言うんですよ、山さんが、映画っていうのはここなんだと、このでそれをファッと思い出したんですよね、あの生きるの時に。ほんでこの映画の主人公が死んでから何日って言ってお通夜のシーンになったんですけどね、よくね、僕育ててくれたプロデューサー森田真義っていう人がいたんで、その人がよくここでね、なんか一つファインプレーが欲しいなって言うんですよね、それは本当に映画的なファインプレーなんですよね、それは別にそこのとこ書いてるわけなんで、要するにつなぎ目なんですよ、つなぎ目で一番なんかものがはっきり言えるわけですよね。夢という映画も最初のシナリオとつまり構成が随分入れ替わりましたですね、出来上がり、これも今おっしゃったそのつなぎ目のそうやってるうちにね、こういう具合にどういう具合になるか分かんないよって順番はって言ってたんだけども、だんだん外側に収まってきたんだよね、頭の中で、で最後にはもうあんまり考えることなくでああいう形になったんですよね。出来上がってみると初めからこういうふうにお考えになってたというふうにだったと思うでしょ、やっせやっせやっせよい朝、やっせやっせおかしいやっせ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 ですか。名前なんかないよ。わしらはまだ村と呼んでる。今日はお祭りがあるんですか。
人はみんなここに住んでるんですか？明かりはどうするんです？夜は暗くないですか？暗いのが夜だ。夜まで昼のように明るくては困る。私たちはできるだけ昔のように自然な暮らし方をしたいと思っているんだ。近頃の人間は自分たちも自然の一部だということを忘れている。自然は手の人間なのに、その自然を乱暴にいじくります。俺たちはもっといいものができると思っている。特に学者には頭はいいのかもしれないが、自然の深い心がさっぱりわからないものが多いのに困る。その連中は人間を幸せにするようなものを一生懸命発明して得意になる。随分でもあの映画の中で笑い屋根もお作りになってますよね。そうですね、黒澤監督の作品の中でもね。そうですね。いつ頃から監督の作品を？七人の侍から。ああ、まず人間に一番大切なのはいい空気やきれいな水、それを作り出す木や草なのに、それは汚され放題、失われ放題。汚された空気や水は人間の心まで汚してしまう。こんにちは。こんにちは。はい、こんにちは。ところで、あなたはおいくつです？確かに、百と三つさ。もう人間をやめてもいい年だが、あんた、生きるのは苦しいとかなんてか言うけれど、そりゃ人間の気取りでね、正直生きてるのはいいもんだよ。とても面白い。あの葬式のばあさんも99歳の大往生でな。ところでわしも葬式に出なならんのに死刑せる。実はあの死んだばあさんはわしの初恋の人でな、わしに失恋させて他のやつのところに嫁に行っちまったんだがに、
生きてるのはいいもんだ、とても面白いっていう、あれはね中学の頃聞いたんですよ。なんかこう伸びろ、あのたあのたあれをね伸びる伸びろって向こうでひろっこって言うんだけどね、秋田で。それこうお味噌でさ煮てさ、お酒飲みながらそれ食べてでね、あきらさんっつってね、このこんな汚ねえうちさ住んでさ、こんなもんさたもの食べて生きてたってね面白くねえと思うだろうけども、でも生きてるっつうのは面白いもんだって言ったんですよ。生きてるのはいいもんだよ、とても面白い。その時ねすごく僕感じたんだよね、その年寄りなんだけどさ、実に粗末なもの食べてんだよ、美味しそうにさ一日働いてきて、その親父の言ったことがねあそこでピコッと出てきたわけ。本当に長生きしてね80こすと本当にいい絵が描けるんじゃないかなと思うんですけどね、うん、梅原さんなんかにしてもそうだったけど、うん、鉄斎はやっぱり80歳になってから急にパーッと花が開いたみたいになってね、うん、びっくりするようなこう絵描き出したんですよね、うん、こう鮮やかな色も綺麗な、うん、だから映画でも僕はそうだと思うんですけどね、だからやっぱりたくさん作らなきゃダメだね、うん、作品っていうのはね、でたくさん作ってその作ってる中でいろんな経験積んでそれが積み重なって最後にパッと花が開くんじゃないかと思うんですけどね、うんうん、まあ、そのために一つ一つをコツ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 作ることなんだけど、やっぱりみんな、まあ、映画監督にしてもいい映画監督っていうのはたくさん作ってますよ、うん、それは溝口さんにしてもそうだしね、はい、小津さんにしてもそうだし、鳴瀬さんにしてもね大変な作品作ってますよね、うん、でそれが一本一本作ってこう経験を積み重ねてこう進んでるわけでしょ、だからやっぱりある程度のものを作るってことは必要なんじゃないですか、うん、僕が一番考えてるのは自然にっていうことですね、うん、いつでも、うん、やりたいものたくさんあるんですよね、うん、頭の中に。でもそのある時ねその時のこう世の中の情勢だとかね、なんかでもって育ってくるものがあるんですよ、うん、それをごく自然にそれをやってるだけでね。なるほど。一口にや、うん、どうして人間ってのは幸せになろうとしないのかなと、うん、え、うん、こうやりにえってね、その苦しいとこが起こったり悲しいとこが起こってるでしょ、うん、もう簡単に言えばね、うん、そういうことをただ繰り返し言ってるみたいなもんですよね、うん、親と思いましたのはね、スキャンダルと、天国と地獄の中ですかね、二度同じ言葉が出てくるんですよね。世の中というのは幸福な人間を不幸にして面白がるところがあると、つまりそういうことに対する怒りのようなもの、まあ絶えずそうね、で人間が第一本当に幸福になろうとしてるように思えないんだよね、わざと不幸になるような道ばっかり選んでるでしょ、なぜそういうことするのかなと思うんだけど、まあ一番この単純なことができないんだけどね、人間っていうのは。こんな夢を見たという題が最終的には夢に、アナではアキラクロサスドリームスっていうドリームスを大きくしてね、うん、で出すつもりらしいんですよ。なるほど。でそうじゃなくて夢って言ってね、うん、こんな夢を見たこんな夢を見た、うん、漱石のね、うん、夢十夜みたいな、はい、同じだけどその方がいいんじゃないかって言って、うん、そういうぐらいにしちゃったんですけど、ね、なるほど。し
かしまあ夢といえば、まあ、映画は全て夢でもあるわけですから、そういう意味では何か殿下の宝刀のような題をそのままお付けになったという、うん、そう、まあ、かある意味では全ての作品がその監督の夢みたいなもんですけどね、そうですね。ただこれもあの日本人論的な意味で夢というと、何かこう正体がなくてふわふわしててね、ただうっとりしてるだけという、あるいはこう何かそう、なんか日本でね夢って言うとなんか甘っちょろいでしょ、だからそれが僕嫌だからね、うん、その最初はドリームスっていうのはあんまりって言ったけど、うん、向こうの人はそうじゃないんだよ ね、 そうですね、ドリームスって後ろ正義とか、うん、自分の意思がはっきり言えるという形で、力強い言葉ですよね、うん、夢というのはね。その力強さということで言いますと、まあ、黒澤さんの映画はいわゆる男性的と言われてきてますし、まあ、確かに画面もダイナミックだし、モンタージュもダイナミックで、そういう力にあふれてるんですが、今回通して見てますと、非常にあのまた一方では女性的なリリシズムというんでしょうかね、優しさがこよなくあふれていて、僕はそこがとっても好きなんですけどね意外に黒澤映画の女性論って語られてないような気がするんですけれども、なんでも女が下手だ下手だってあんまり言われたから、なんか女に自信がなくなっちゃうみたいなもんだけどね、そんなこと言えばジョン・フォードの女なんて見てごらんなさいよ、うん、その通りですね。ええでもクレメンタインもあれでいいんでね、うん、その、うん、男にしてみれば、この下手だ下手だと、つまり周りが言ったということは、日本における女というのはどちらかというとその性を描きますよね、うん、それとね、いや例えばね、我が精神悔いなしのね、原節子ってこれは女じゃないって言うんですよ、批評家は。とんでもないですね。ねえ、その、だって女だってね、自我の強い女もいるしね、僕が割と描かない、僕は極端なんですよ、その すごい女とね、このあとはもう実に可憐で絵に描いたようなね、はい、女の子か、その二種類しか描かないんだけどね、描けないんだけどさ、だけども日本ってあれは女じゃないって言うんだよね、これは女じゃないって男だって言うわけよ、そう、あの原節子はね、まあそういえばね、あの日本の女っていうのは大体自我を表面に出さないように教育されてたわけですよね、しかしあの我が青春に悔いなし の、 あの冒頭からのね、例えば原節子さんの登場シーンにしても、あの人は確かに美女ではありますけれども、プロポーション自体はねそんなに美しく描かれたことはないですけれども、まず黒沢さんの登場ではふくらはぎがこう出てきたりね、実にたおやかなあの少女ですよね。僕はむしろもう本当に黒沢明という作家は本当に女性を描くことの類まれなうまい作家だというふうにいや、そういうことというかもね、その例えば、原節子っていう人が、ね、みんなよく知らないんだよね、面白い人でね、もうその代表もとっても面白い人だったんですよ、もうあの表面だけ見てると全然違ってね、河野さんですか、彼のあの性望をねポンポンとこう直してあげる仕草とかも、ああいうところなんて女そのものじゃないですかね、まあ、あの確かに白痴の演技のようなことになると、日本ではそう日本の女性にはない姿ですから、そういうふうに見えるのかもしれませんけれども、で一方でとってもそのさっきおっしゃられた可憐な少女が一つのこう精神の美しさというんでしょうかね、処女性みたいなもので随分出てまいりますね。 甘いですか、酔いどれ天使の久我美子にしても、スキャンダルの桂木陽子にしても、でも赤ひげの生きてる身などはもうこれは甘いなんてのは言わせない、とても素晴らしい処女性ですよね。そういえば可憐な少女といえば、一番美しくという写真は本当に可憐な映画ですね。そうですか、もうほとんど忘れちゃった。そうですか、今見直してあるけどビデオあるけどね、女房が出てくるんであんまり見たくないんでそうですか、でも本当に皆さん素顔でね、生き生きとして本当にあれはね、その女優さんですよ、全部やってるのね、それをね、全部そのいわゆる女優的なものを全部剥ぎ取っちゃったの、
うん、でこう街の中ね小敵隊引っ張り回したりなんかしてさ、うん、このであの連中やあれしてあの写真が終わったらねこう優秀なのも随分いたんで全部結婚しちゃったんですよ、うん、当たり前の女の子に帰っちゃったのね結局、全部結婚しちゃったんですよ、うんうん、黒沢映画がヒューマニズムの映画だと言われるところはやはり素顔の人間を美しいと見るという、まあ、そうですよねその本当に正直に生きてる人間っていうのはある意味ではいろんな意味で美しいよね。田中さん本当にいらっしゃいました。僕はほとんど寝てました。寝てましたか。どうもお疲れ様でした。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 どうもお疲れ様でした。どうもありがとう。みんなありがとう。どうも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 ありがとう。写真ができたら見に来てね。どうもありがとう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 。いや、もう今日はダメかと僕は諦めてたんだけど、撮れてよかったよ。はい。どうもありがとう。どうも。どうもありがとう。どうも。どうもありがとうございます。一生懸命見てると、もう俳優さんの今鬼が鳴いてる顔になっちゃった。今入ってるのとダブらしますから早く死んでしまいたいと思うほど痛む。見せてやろう鬼が鳴いてるところ。人間が鬼、人間
間が鬼になる。人間が鬼になる。全部、全部今までこれから言うことが全部、うん、それでパーンとあの日照り雨の門に行きましょう。映画は好きですか？はい。映画は好きですか？普通です。映画より好きなものある？テレビと違ってすごく緊張します。黒沢監督の映画って見たことある？あ、ランを少し見たことあるんですけど、うん、あの難しくて、うん、途中で、そう、はい、すいません。黒沢さんの作品は何かご覧になってますか？ランとかね。どう思われます？迫力ありますね。ランを見ました。ランね、うん、七人の侍とか昔の映画は知らない。テレビで見たことありますけど、うん、すごい、だからセットとか先にそっちに感動しちゃって。いや、I saw Kage Mushi。 Kage Mushi? Yeah, Kage Mushi. In Japan or in? No, in Germany. Yeah. I had problems to understand it, but I liked it very, very much. I like especially his costumes and his choreographic things he's doing. Yeah. 昨日テレビでやってたんで。あ、何やってました？なんか、なんていうんだろう。どんなのでした？あ、なんかすごい昔のやつ。時代劇みたいな。すごい昔のみたいだったんで、うん、すごいと思いました。そう、はい、クモの巣城、これどういう？クモの巣城、はい、それだな、七人の侍だ、はい、そして、うん、去年だった、この前さ、グランプリが取ったでしょ。グランって、ラン、あれにもお出になったんですか？常連なんですね。素晴らしく優しく温かく、あの芝居もあれですけど見守ってくださる方でしたね。すごくいつもニコニコね、いろんなお話してくださったし、その話がすごい、もう歴史、日本の映画界の歴史も世界の映画界の歴史ももう 一冊の本読むよりはもっと面白いような話が聞けて楽しかったです。なんといっても、この間数日前にお誕生日を迎えたばかりで、うん、実際には大変なご高齢なわけですけども、こうして大勢の人たちを力ずくで引っ張ってらっしゃるってことは桁外れな力が終わりだからだと思うんですよね。でもそれを支えているのは多分健康でしょうから、ぜひぜひあの健胆化のままでいらしてほしいと思います。本田さんっていうのはすごくお話を聞いてるとすごい科学的な人で、すごい私はお月様みたいな印象があって、で黒沢監督っていうのはこうすごく地球的っていうか、なんかユニバースの愛を持ったような人のように感じて、で太陽みたいな人だなってすごく思ったんです。で